両チーム選手の入場です。湘南が清水を迎えてのルヴァンカップのグループステージ第3節です。やっぱ俺も俺もってなるのが普通でしょうね。そうですよね。町野選手からスタメンを奪いたいとそんな話して背後取ったチャンスだ。鈴木だ、シュートだ。鈴木が来た、先制ゴール。うまく背後を取ってゴールを決めていきました。ホームチーム先制です。鈴木明人、今シーズン公式戦初ゴール。さあ左で中野、中には若月、中野が運んで右足のシュートだ。わずかに外れました。ゴール前パンチング、またボックス内、前を向く大野、こぼれてくる、シュート、山田のシュートだ。湘南追加点、コーナーの跳ね返り、それがつながって最後は山田ですね。まあ、戦術もそうですけど、これなんかこう選手を鍛え上げる、なんかこうそういう意味合いも多いような気がします。さあ背後のボール来た、山田だ、山田が来た、山田かわして山田のシュート、湘南3点目。山田今日2ゴール。前線でボールを拾ってディフェンスを滑らせて落ち着いてシュート、ゴールに突き刺しました。それの運動量、あとやっぱトップチームでプレーしてその長木だとかが今そのポジションしてますけど、そうですね、早い。小竹運んでクロス、宮崎のシュート、ナイスキーパー。吉田から中央へセカンドボール、シュートだ、こぼれて、さあ清水カウンター、カウンターだ、縦パス、パスが通る、切り返した、北川、北川、うわ、足を出しました。よく対応しました。若月です。いや釣りましたかいやよく走りましたね。選手ももうきつい時間帯ではあると思いますけれども、残り5分間どんなことを期待しますか。あ、ここ拾ってシュートだ、ナイスキーパー。まわたりのビッグセーブ。まわたりもどうでしょう、足を釣ったようですね。いや太田ですか今の。ここでホイッスル、3対0湘南快勝です。来てしっかり無失点で試合を終えました。一方の清水はこの秋葉監督の初陣勝利で飾ることはできませんでした。